こんばんは、わしみです。今日は肌のくすみの原因ってご存知ですかについてご紹介させていただきます。今日は肌のくすみについてご紹介します。肌のくすみとは、一般的には肌の透明感や明るさが低下し、暗くくすんでいる状態のことを言います。肌のくすみには大きく6つの原因があります。老化角質によるくすみ、乾燥によるくすみ、循環不良によるくすみ、メラニンによるくすみ、カルボニル化によるくすみ、糖化によるくすみ。老化角質によるくすみ、こちらは本来自然と、剥がれるはずの古くなった角質が剥がれ落ちず、この皮膚の表面ですね、皮膚の表面に蓄積することが原因で起こるくすみです。続いて乾燥によるくすみです。乾燥により肌が毛羽立ち、先ほどと同様に、外側にある古い角質が表面に蓄積することが原因で起こるくすみです。循環不全に、不良によるくすみ、リンパ間質液の循環が悪く、老廃物などが溜まってしまっていることが原因で起こるくすみです。続いてはメラニンによるくすみ、本来はターンオーバーで角質と一緒に自然と剥がれ落ちるメラニン、この感じですね。メラノサイトからどんどん表面の方に向かって排出され、で一般的には剥がれ落ちるという循環になってるんですけど、それがうまく、排出されず、蓄積することが原因によるくすみです。続いて5番目のカルボニル化によるくすみ、こちらは脂肪の分解質とタンパク質が結びつくことによる、により起こる、気くすみになります。6番目が糖化によるくすみ、糖質とタンパク質が結びつくことにより起こる気くすみです。それぞれのおすすめケアの、おすすめのケア方法としては、1から4はすべて循環不全が原因ですので、筋肉を緩め、筋肉のリンパ間質液のポンプ機能を高め、体液、リンパ間質液の循環を促すのがおすすめです。5番目のカルボニル化はまだ研究が進んでいる状態になるんですけれども、こちらは酸化したオメガ6系の脂肪酸を取りすぎると促進されると言われていますので、酸化しにくいように1から4と同様に体液循環を促し、酸化は老廃物を出して酸化しにくい状態に持ってくることと、あとオメガ6系を避け、オメガ3系の油、アマニ油、エゴマ油などですを取ることがおすすめになります。6番目の糖化ですね、こちらには余分な血糖が関係していますので、血糖値を下げるケアがおすすめです。具体的には筋肉を緩めるケア、レジスタンストレーニング、食事の時に食べる順番などがおすすめの方法になります。ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。